室内もありますし、ウェイト場もありますし、グラウンドもありますし、自分がやりたいことをできる環境を選びました。自主トレーニングはマツダスタジアムの屋内練習場で行われています。去年は社会人時代に所属していたトヨタ自動車で行っていましたが、今年は場所を変えて取り組みます。今日は森下投手らとキャッチボールなどで汗を流した栗林投手。入団3年目のシーズンの目標は、1年目に記録した37セーブを超える成績でチームに貢献することを誓います。やっぱりセーブシチュエーションに失敗しないことが一番大事だと思うので、昨年は登板数とかにこだわってましたけど、今年は自分の仕事場所で 100% の力が出せるようにしっかり準備していきたいなと思ってます。